こんにちは。今回は、まあ、丸くん脱走防止用の柵を作ります。で、あの丸くん散歩は訓練なんだ。実は丸くんにとって散歩イコール訓練で、それと別に遊ぶ時間を作ってあげないといけないと、あの先生に言われたので、ドッグランみたいな感じでここの庭を仕切って、もう首輪もつけずに遊び回れるスペースを作ろうと思ってます。ただそれも遊ばせすぎてもダメとかいろいろあるんだけど、時間とかあるんだけど、とりあえず何をやっても怒らない本当の遊びの時間を作らないといけないらしくて、だから人間が、そうその代わりなんかさ、ダメなものを口に加えたらダメとか言ったら、もうそれは遊びの時間ではなくなるらしいから、もう人間が全部余分なものを取って、丸が何をしてもいいような状況を作ってあげた方がいいと、はい、先生に言われたので、今からそのスペースを作ります、はい、どんな風に作るかは見てからのお楽しみ。とりあえず早急にやらないと丸の遊び時間がなくなっちゃうから、はい、とりあえずでさささっと作ります、はい。作戦的には丸くん多分ここら辺から出れないから、まず1本ここに行く。あのこれめっちゃ簡易的に作れます。あの急いでやんないと丸くんの遊びの時間がなくなっちゃうから、後にしっかり、そうそう、綺麗に塀を作っていこうっていうのはあるけど、まあこっからこうずらーっとこっちこうネット張って、ここら辺かな、ここら辺までかな、出れそうなのは。こんだけ高さあったら出れないから、ここをずらっとちょっと描こうと思います。じゃあ作業開始、はい。最初軽く、最初軽く、いきます。はい、怖い、ちょっと怖いいいよいいよ、ちょっとだけ怖い、こうすぐ避けれるようにしとく。あー上手、もうちょっと支えてたら大丈夫かな。あーいいねいいね、大丈夫かな。うん、うん、こんくらいにしとこう。はい、して次こっちの角決めるか。うわーむずいぞ、ここここにこう貼っつければいいね。そしたらこう来て、ここでいいね。もうここでいいじゃん、そしたら。はい、ただ全部いけんのか。最初は、はい、まあ、本当に簡易的なものなので、上の板いらんかもしれんね、そう考えたらね。家がどんどん変わっていくね、本当ね。おお、危ねえ、うん。すみません。あの高さよりは低くした方がいいけど、まあでも簡易的やけんいいか、うん。じゃあ何発か。最近のね、釣岡の言い訳で、とりあえず作るけんっていう言い訳するさ。こんぐらいでよかったね。こうか。タイラップでくくります。はい。まあ何度も言うように簡易なんでね。簡易。最近の釣岡の言い訳。簡易。簡易的に作ってるだけって言って、ごまかす。でもごまかしじゃないですよ。でも本当に今回にかけては本当に今回だけはね何本か持っとってよかった、はい、いいね。ヤブランならいいけどね、ネット破るかな。なんかネットに近づかん気がするんですけど ね、なんかビビってね、うん、だいぶお利口さんやもん今。お利口さんよね、うん、ハウスに入るけんね、ハウスって、ね、うん、指さしてハウスって言ったら今日ちょっと渋っとった俺が言った時えって顔しよった。これつけるだけやけん手伝って。はいあーなるほど、誰でもできる作業。これにはちょっと難しかことだけど、難しか、ちょうどお昼の遊ぶ時間に間に合いそう。足りっかなこれ、ネット 10m じゃ足りんかもしれん。あ、でもいいや、いや、いけるいけるいける、もうちょっとこっちに、はい、その杭をちょっと移動しようか。ここらへん、ほら、高さ変わらんけん。そうっすね。あ、こんくらいで多分いいよ譲り合いやつね。いやいやいや、上に対して言ったら胸をこんがしようから明日ピンって貼らんでも、あ、こんぐらいくらいじゃん、抜ければ持ってこんか今すぐに行けろか大丈夫かよし、ちょっと変わらんか
変わるか。ここでよかった。よか。もうだいぶ低くなって。あ、ごめん。はい。さあ、しよっか。もうおっさんけんね。そうよね。よかろ。ここはできらんよね、丸ね。うん、家の塀ぐらいけん、これできらん。あの上の板、マジいらんやったね。ないですね。まあ、オッケーオッケー。意外に見栄えもそんな悪いないや。じゃあ、丸くん話すけ。丸が口に加えちゃダメなもの、うん、とりあえず丸が何も口に加えないように全部一旦届かないとこにやろう。はい。丸くんの入場です。待て待て、座れ座れ。あ、ダメダメ、座れ。待てよ丸、待て、座れ座れ丸、座れ。よし、さあ、丸くん入場しました、皆さん。よし、暴れ暴れ丸。暴れ暴れ丸。丸来たよ。で、人間は上に頑張け、みんな。上から身を引け。おしっこ全開やないか。全開や。これ、ね、お昼がね、トイレの時間なの。こうやって中庭入らすの。なるほど。まるできたやん、ドッグラン。できたやん、まるドッグランが。よかったね。ほら、もうできないよ。ほら、もう出れんや、そこ。ボルトやろ、どうせ。ボルやろうが。うんちしていいよ、うんち。15分間の遊びタイム、何分ぐらいに作られるの？別に20分でも30分でもいいって言うんすって。30分やね、丸、今日は。30分遊んでいいよ、丸。贅沢すぎるな。マジ贅沢すぎるよ。こんな広がる。自宅にね、自宅にドッグランがあるって贅沢すぎるぞ、丸。あ、児玉さんがせっかく植えたやつ。噛みちぎるよ。児玉さんが大事に育てよったけ、丸知っとった。そしたらこの実はもうこれ以上。ね、丸がね、うん、それの方がいいかもしれない、ね、よし、じゃあ丸くん、いくよ。丸くん座れ。よしよし。そこさっきおしっこしようないですか。お前、おしっこしたとこさ。丸、丸、座れ。伏せ。よし、行こうやん。いや、ルトキちゃん、ね、とりあえず友達に並んで。まる、入場して。はい、まる、お座り。オーケー。こうなったね。座れ。せ。あー、よりこう。お前もう空気まんまやもん。もう素手しながらこう起きよう。まる来い。まる来い。座れ。まる座れ。せ。せ。よし。よりこうやー。よりこうやろー、まる。立て。せやもん。丸いくよ。バーン。そういうの知らんもんね。初めて聞いたもんね。それ。それ。せっ。おー。やったやん。はい、来てきたね。一回試しにみんなで外出てさ、ネットどうするか見てみよう。みんな外行ってみよう。おーし。出れないね、丸。どうしよう。どっから出よう。どっから出ようね、丸。完璧や、完璧やったね。もともと降りはしなかったけど、ワンチャン降りてやろうかなみたいな感じあったもんね。こ
分もう完全に乗り出そうとしてる、ここでたった10分でできる、これ10分ですか？10分よ、10分15分かな。でも10分15分やもんね。すげえ、たった10分でできる丸のドッグラン完成しました。よかったね丸、これでお昼と3時に遊び出れるね。10分15分ずつ、以上、ありがとうございました。ありがとうございました。丸ほい、見て丸、お前ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。